これは去年の秋だった。ホワイエ展ってね、ありました。上野の森美術館で結構行列ができたという、これは大してことないんじゃないかなと思ったけども、大人気になった作品展ですね。で、今度はですね、感想じゃなくて、感想のさらに一歩進んだ分析解明レベルというような部分をどういうふうな形で理解することができるのかっていうのをちょっと見てみたいと思います。ですね、怖い絵展は、ベストセラー怖い絵っていうのが、本屋さんで結構、ね、売れてたんですね。シリーズ刊行10周年記念として、著者の中野京子さん、これは文学者かなんかなんですけどね、この人が、組んだ作品展だよと、展覧会だよと。それぞれの作品に隠された背景を知ることでゾッとさせられる、展示演出がミソだよ。そもそも美術展の楽しみ方というと、作品にまつわる知識云々よりも絵をじっくり眺めてしみじみと良さをかみしめるのがいい、これ感想ですね。これがそもそもの美術展の楽しみ方なんだけどね。ただこのホワイエ展に関しては、作品脇にある解説パネルを読み込み、なぜ怖いのかという知識を頭に入れた上で、もう一度絵を見てみると怖さがわかるよっていう、そういう売り込みだったわけです。つまり感想ですね、感想というものプラス知識の批評の部分も合わせてみましょうよという作品展なんです。物語レベル、これはぶっ飛んでちゃうんですね。連想ですよ。感想がありますけどね、それの上の分析解明というものをやったらもっと怖さがわかるからね、見に来てねっていう、そういう作品展だったよってことです。ちょっとこれをね、見てみたいと思います。はい、おそらくこれね、どっかで見たことがある人が多いんじゃないかと思いますけど、大きいんですよこれ。2.5メーターの3メーターあるという、だから大体この人物はね、等身大よりちょっと大きいぐらいの、そのぐらいの巨大な作品なんですけれども、これはレディ・ジェーン・グレイの処刑という、そういうタイトルの絵なんですけどね。観察技術、感想レベルで見た時にはどういうことを感じるかということをちょっと例を挙げてきました。観察技術ということは、画面を読み上げていくわけですけど、というのは5人の人物がいるな、1,2,3,4,5人じゃないか、この人たち何してるんだろうかな、考えるわけですね。あ、真ん中に若い女性がいるぞ、目隠ししてるよね、手探りして何か探してるよね、これね、これ神父さんだよな、きっとな、神父さんが支えて、手助けしてるよ、この派手な赤いズボン履いたね、男、右の男の手には大きな斧があるぞ、大きな斧があってじっと見つめてるよ、というんですね。この二人のお月みたいな人は、ね、気絶しちゃってるよと。いやいやいや、なんだ、どういう場面だろう、この三角これなんだろう、ここは箱じゃない、ここ埋まってるよな、これは地面にこうくくりつけられてるじゃない、これ断頭台だ、ここは炎で火を出す、ここに首を置くんだろうな、飛び散った血はですね、この罠で吸わせるんだろうな、これは首を切られる場面、この女性が首を切られる場面じゃないか、この女の子10代後半かな、いやーかわいそうだな、そういうふうにほとんどの人が場面を描写していく、感想も含めて状況を理解していきますよね。それで、かわいそうだな、普通それが終わっちゃうんですよ、どういう場面かなだけは理解できるけど、ね、じゃあそれでね、どういう場面だろうって家に帰ってですね、ちょっと調べてみようという人がいたとしますよね。そうするとこんなことを書いたデータが出てくる、資料が出てきた、物語を参考にした、黒いガウンにベルベットのケープ、漆黒のフレンチフードをかぶって祈祷書を手に、姫は形状に現れた、姫だ、祈りながら歩む彼女は毅然とした態度で処刑台に上がった、早く済ませてくださいね、執行人、これですね、は膝をつき許しを問う口上を述べた、彼女は心から許しますと答えた、自らハンカチを当て目隠しをした、どうすればよろしいの、どこなの、聖職者が首切り台の上に頭を乗せる手助けをし、彼女は静かに首を横たえる、こういう、いわゆる物語が、ね、記録として残されているということがあったとします。あ、これはそういう一種の事実があったのかもしれないということで、もっとじゃあ調べてみようと
ということになった時にですね、分析解明知識を導入してみましょうというんですが、これはですね、エリザベス一世が即位する4年前、エリザベス一世が即位する4年前、イングランド史上、英国です、イギリスの最初の女王、ジェーン・グレイが処刑された。この女性は、イギリスの最初の、女王になってしまうということですね。ヘンリー八世から生まれたらしい。ヘンリー八世じゃない。これがメアリーですから、こっちですね。これがグレイですよね。で、メアリーにこの攻撃をされたというか、これから、まあ、柵にはまって殺されたというらしいんですけども、在位は大変短く、9日間の、9日しかなかった、9日間の女王と呼ばれている。権力闘争と宗教対立の荒波に翻弄され、突如女王に祭り上げられた。彼女は若干15歳。しかし、9日後に反逆者として投獄された。この絵は16世紀に実在した女性の処刑の様子を想像で描き出したもの。執行ラブは、刑務所というか、そのロンドン島であった。そういうふうな事実が分かってくる。これ実際にあった話なのかということですね。一番イギリスがね、どさくさってぐちゃぐちゃになっている時期に、ジェーン・グレイが女王に祭り上げられた。しかし、それと対立してきたメアリーという次の女王に、姉、まあ、一応姉にはなるんですけど、義理の姉が殺されてしまったという、そういう事実を扱ったということなんです。まあ、そういうことだったのねっていうこと。ところがですね、実際の処刑はこんな感じじゃないよということも出てくる。フランス革命のマリオン・アントワネットが処刑されるとき、処刑の前の王妃の様子のスケッチが残された。こんなふうにですね、白い、まあ、なんてシーツのような素朴、質素な服に身をまとった女王が描かれている。処刑される前にはね、こんな絹のようなね、光物のようなね、光輝くような綺麗なドレスなのに着させてくれない。当然これはシーツみたいなのを被せられているはずなんだよね。ということですね。囚人服は白くて質素なものなんだけども、これが白いドレスで描かれているよということです。それから当時、イギリスでの処刑というものは屋外で行われた。ロンドン島という、まあお城みたいなところなんですけどもね、その庭で行われた、屋外で処刑は行われたはずなんですよということ。ところが暗がりの中でスポットライトを当てるような感じで、この、女性にです、目立つような感じにするには、外の光の室内の暗がりの中にスポットライトを当てて目立たせた方がいいだろうという判断。そういう場面設定の工夫ということは、絵画的にいろんな部分がアレンジされているよということです。ですから、パッと見た人はこういう場面があったんだなと思ってしまうけども、実は違うよ。事実はあったけど、この描かれている状況というものはね、絵描きさんがいろんな部分で、見せ場を作るために場面設定してるんだよねっていうことも考えましょうねっていう、そういうことになります。これがですね、知識を動員して分析を解明していくっていうようなやり方になっていくわけですよね。ですからもう一つ深い理解っていうものが出てくるということになります。はい、ここまでのまとめです。作品を理解するということは、まず作品を見て観察、記述、この絵には何があるのかな、人がいるのかな、何人いるのかな、どういう場面かなっていうものを読み上げていくっていうような、数え合えていくっていうような場面をやりますよね。そこから自分が感じた感想というものを感じるよということ。これが一般レベルです。これはほとんどの人はこのレベルで止まっちゃうんだけども、そこでですね、もう少し調べてみようかなという人が初めて分析解明のこの批評レベルに入ってくるよということですよね。本来望ましいのはこれと両方できた上で理解するのが鑑賞としては望ましいけども、なかなか難しいけどねということなんですね。この辺のところはね、ほんの一部分の人しかできないんですけどって、はい、まとめてみましょう。鑑賞とは何か。味わうという活動と理解するという2つの活動があります。味わうのは直感的、これは感想と言われます。理解するのは分析的、これは批評と言ってもいいでしょう。この2つの活動というものが行われているのが鑑賞という活動です。実はそれがごちゃごちゃになってて分かりにくくなっているんですよねっていうことです。
で感想の種類というものはここに挙げましたけどもね、こういうような感じ、連想から始まって好き嫌い、子供に多いよねから主観的客観的な感想が出てきます。だいぶ論理的に考えられるようになってくると疑問が発せられて、その疑問を自分自身でも解くことができるよということですよね。で先ほど分析解明の事例を挙げたり、そこまで今やってきました。まあ、この辺のところ、大急ぎできましたから分かりづらいと思いますけど、私のウェブページの、ね、講義 VTR のところで、これは鑑賞入門の第3回。鑑賞入門第3回